なんか雑学は好きです。遺伝子的に安定を求めるって言いますもんね。縄文人の血が濃いか弥生人の血が濃いか、それぐらいやっぱ宇宙は広いんで。何それ、すごい面白い話、あとすごい興味があるそういう話。うわーっと当たったんだけど、これで当たっちゃうの。めっちゃ当たってる、あーやった、あーやった、おー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 。朝から打って昼過ぎ、あとそんなにたくさん残り時間もないじゃないですか、はいはい、でふと思ったんですけど、まあ、ふと思ったっていうか改めて2週目ってことで、嵐さん2週でこれで終わりなんですけど、はい、なんか思い残すことないですか。思い残すこと、これ全てのあなたの人格が全て再現されるんですか。まあでもだからすごい楽しく2回ともやらせてもらってるんで、ある意味その作られてない俺を評価してもらえるんじゃないかなと思うんで、何もないですよ思い残すことは。ちょっと待って、すごい大人の発言。そうじゃない、おっしゃる通りじゃない。何それ、私ちょっとこれ目から鱗だった。目から鱗ほど抜かにくいのれんに腕押し。いやいや、あんま響いてないですよそれ。抜かにくいとのれんに腕押しいらないんです。確かに。目から鱗で止めといてくれりゃ俺もいい発言したなと思うんですけど。言葉言いたい人。ほんとそうなんで、豚に真珠だったそれは。舞台先生、俺の発言意味ないみたいな。あ、ごめんね、亀井さん。亀井さん、ごめんなさい。なんで私なのよ。ドンって構えてるところが、すごくストレートに、あ、男らしい。確かにブレない、なんか、揺るがない感じが。よかったんでしょうか。私もう勘が悪くて頭も悪いんで。いや、そんなことないですよ。頭はめっちゃいいです。勘はわかんないですよ。え、いや、なんでもないです。なんで勘がいいか悪いか俺はわかんないですけど。顔が悪い。顔は、顔のことは言ってないですよ。今、なんていうの、勘が悪い。感が悪いし、頭、あ、顔が悪いって言ったんですよ。あ、ですよね、顔が悪いって言いましたよね。俺は感が悪いって聞こえたんで、私は感が悪いって言いました。感が悪い、そして頭も良くないんでって言ったら、うん、顔が悪いって言う。逆に、うるさいわね、あなた。ちょっと今喋ってんすよ、大事なこと。おかま、おかまがバスケットボールの途中でしょうから。出た。あれ、ホロさん、北の国から、北の国から、北の国からおかまが来た。神や、食べてる途中でしょうが。どうしました？あの、光りました大学が、はい、多分キリンフラッシュかと思われますね。キリンフラッシュ、はい。そしてやっぱりカラリア軍の方に行きました。さあ、ただ制限時間15秒となっております。大丈夫そうですか。文字通りは15秒。いや、ただ今赤カットインって入ってます。いや、押し切れますよそれは。あ、金です、金です。レインボー入ってないですか。いったいったいった、はい。あ、そう、どういうこと。そう、でもなんかそこで決まりそうな勢いありますよね。今ありましたよね、うん、あ、ダンラインの方へ当たりそう。なんかさ、神谷さん、私今までパチンコ一緒にやった、パチンコ一緒にやった中で、はい、今日が一番ダーニーのめり込んでる。初めてボンボンミュージックやる人みたいになってる。45秒杯です。あー、45秒赤。赤字。でもさっきカットインまで金まで来ましたから、ちょっと弱いですね。なんか弱いですよね。ないないない、もう一回来るんですか。大丈夫です、さすがに。あ、さあ、いける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 いけ
まだあの上位のスーパーレースに行っただけですからね。はい、ハイパーまで行きました。あ、でも段階踏んでるからいいですよ、足は。あ、で今緑保留ですね。でこの相手一番強い人ですよね。あ、一番上の時あれの時からここでか。せーの、アップしてる。おー、やった。え、こちらまで行けました。おめでとうございます。ありがとうございます。次早かった、53回転です。いや、もう通しちゃいましょう。頑張ります。全員ラッシュやって帰りましょう。ラッシュやらせてください。やっぱり噛み合うんだもん。めちゃめちゃ音が鳴ったの、また最後で決めるの。いや、これはこれじゃない。これからこれから。そう、メインはこっからですから。メインディッシュは52%欲しい、やりたい。で、2は弱すぎるんで。さあ、お願い。早めにボタンが出るといいんですか？3回出た時って、うん、あ、でも私5ラウンド以降に1回出て、最後に1の方に1回出てって感じですか。あ、やっぱさっき私も6と。そう、だから終盤まで行っちゃうとそもそも1で終わっちゃう可能性が出ちゃうんですね。そうですよね。あ、5ラウンド目入りました。来てないか。ボタンは？やばい。6ラウンドです。ボタン出てないよ。あ、7です。あ、これ最後の1回しかないかもしれない。ちょっとピンチっぽいですけど8ラウンド。いや、もうやめて。でもこの台のエースバランスだったらそういうのでも全然当たりそうな気がするんですよね。これが9ラウンド。ボタンは普通だけど、いける。やばい。もう1回、もう1回、もう1回。お願い、ラスト頑張れ。ラストチャンスちょうだい。ダメなの？ない？お願い、お願い、フレーム。悔しいですね。でも2度あることは3度あるっていうんで、また早く引きますよ。はい、頑張ります。ただ持ち玉は一応1800発ぐらいになりました。なんか私の台、私が2回単発ですけど、はい、その前の人みんな連チャンしてます。あ、本当だ、赤。誰も単発いないです、私の2つ以外。でも神谷さん、調子系の台好きです。私調子いい台好きなんですよ。あ、なるほど。へこみ台よりも出てる台を追っかけたくなる台、はい、そう、パチンコで。ただ、はまってる台はあんま好きじゃないです。粒がちっちゃいやつでいっぱい当たってる台が好きです。あ、はいはい、私逆で、前日めっちゃハマってる台が好きなんです。あ、跳ね返り狙い、はい、今日来るって思っちゃうんですよ、うん、そのほんと好み分かれますよね。俺はどっちかというと跳ね返りかな、俺も。なんかもう出ガラスなんじゃないかと思ってます、当たってると。ただこれには結構男性女性で分かれることが多いんです。やっぱ安定を求めるんですよね、その。ああ、でも遺伝子的に安定を求めるって言いますもんね。そうなんだ。生物の本能として、そう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 、やっぱりその基本は子孫を残すっていう、はいはい、その動物とかの発想で、うんうん、あとはあれかもしれない、縄文人の血が濃いか弥生人の血が濃いかで変わるかもしれないですね。それどういうことですか？あの弥生人って農耕文化なんで安定した生活を求めるんです。へ、縄文人って狩猟採集文化なんで、ある意味毎日がキャンブルだったから。何それ、すごい面白い話。あとすごい興味がある、そういう話っていう説もありますね。へえ、そうなんだ。癖毛とか、あと耳の中のその環境、はいはいはい、縄文系の人は湿ってる人が多いとか、なんかそういうのあるらしい。へえ、俺湿ってるんで、多分ゴリゴリ縄文系なんじゃないかと思う。癖毛です。そんなのがあるんだ、なんかっていう説、ね、まあ分かんないですよ、学説なのか俗説なのか分かんないですけど、はいはいはい、面白い。雑学は好きっすね。確かに嵐さん雑学いろいろしてるイメージありますね。す、はい、え、なんか他になんか例えばどんな、もしあれば聞きたいです。何でもいいです。何系がいいですかね。宇宙人。宇宙人、でも宇宙人じゃあお二人はいるかいないかで言ったらどっちあるですか。私はいると思ってます。いる派、はい。ごめんなさい、話を合わせます。私別にどっちも考えてないって言おうと思ったんですけど興味ない、興味ないってこと。興味がなかった、はい、興味がなかったけど、いるかいないかで言ったら、まあいるかなと思います、はいはいはい、これあの普通に真面目に科学者の人たちは全員いるって言いますよね。それぐらいやっぱ宇宙は広いんで、はいはいはい。すごいためになった。本当に全然興味なかった。相づち一切なかったけど、振られたから答えてるの、うん、ちょっと分かりやすいですよ。なんか私もうこういうところがやめるところで、
また中立化できないんですよ、はいはいはい、ゼロ逆なの。あ、興味があるものはある、はいはいはい、ないものはないっていう風になっちゃってるから、はいはい、すごい自分で自分を生きづらくしてるんですよ、はい、女性で、まあ、私とまあ友達に言うんですけど、はい、例えばサッカーとかで、はい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 、めっちゃ今日男性好きな男性がいて、はいはい、で女の子興味ないワールドカップになってるサッカーの説明してくる男子、はい、そのために女の子が話を聞いていて、はいはい、そのために勉強していくとか、うん、そういう系の女子いません？いるいるいる、うん、あ、それが考えられないぐらい無理なんですよ。あ、私にはできないの。はい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 。あと女性で聞き上手な人ってやっぱりモテるなって思うんですよ。いや、聞き上手はモテますよ。話し上手な人に俺は結構惹かれちゃうかもしれない。あ、私もですね。これだから9年くらい通ってたあの飲み屋の女の子、はいはい、めちゃくちゃ俺の話聞いてくるんですよ、それがやっぱ俺の中で癒しだったんだよ。聞き上手になりたいなと思っても、その聞き上手になろうと努力することはとっても素敵なことだと思うけど、はい、自分にそれがもし心と気が合うなのであれば、うん、完全に自分に負担ですよね。そうですね、溜まっちゃうと思うんで、その長い時間をかけて変わっていければ問題ないと思うんですけど、変わっていけなかった時は多分ストレスでダメになっちゃうと思うんで、そう、頑固に変わらないんじゃなくて、変わろうっていうその姿勢があるというか、そうですね、寛容な広い気持ちがあればいいと思うんですけど、っていうかさ、いい番組じゃない？すごくいい番組であり、すごくいい、あの、いい、あの、人間です、うん、いい考え方ですよね。そうそうそう、それ入ったかったの、ごめんなさい、あのボカドラに乏しすぎる。僕いい人間って無理、ごめんなさい。俺人間だと思われてなかったのかなって受け止め方によってはあなたすごくいい人間ですねって言われた。原さんってすごい素敵。本当ですか、うん、あー、お金がなくなっちゃった。あなたすごい新宿にお金を預けてますね。いや本当にいつもいつもすごくなくなってしまう。ね、静かなの新宿ゾーン。新宿にあれ、ね、相性が良くないですね。そうですね。もしかしたら土地柄かもかも、うん。風水的なもの、ね。風水的なもので私合わないのかもしれないです、新宿は。確かに神谷さんって都内の土地で言ったら新宿って感じはないですもんね。本当ですか。どこですか、じゃあ私。五反田って感じ。五反田。おいは五反田に。いやまあなんかでもなんかちょっとだって別に五反田好きなんですよ。私住みたいなって思うぐらい好きなんですけども。はいはい、あ、五反田。ちょっとなんかちょっとあの、うん、だってお店多いですよね。大人のお店が多いですね。はい、分からなかった。これだけじゃない。知らない。分からない。あなたの額だったら知ってるはずよ。あなたの額だったら。そう。あなたの額だったら。嵐さんはどこだろう。俺ですか。都内の土地で行ったら高尾山。高尾山。さ、響きだけじゃないと。ちょっと嬉しいですけど。かっこいいけど。ちょっと嬉しいんだけど。私はまあ八王子の方住んでたんだよ。私はウグイスダニ。全部イメージのイメージのイメージの答えのない話。はい、お一人、私男性で、あのとても私的には新鮮な話をしてくれた方がいて、はい、なんか松本バツさんが、はい、すごい例え話、はい、で5階に住んでるとして、はい、1階から5階まで好きなお店入れるとしたらどうするとか、あ、はいはい、なんかもし人類が滅亡するんだけど自分だけが救えるとなった場合にいくらでそれ引き受けるとか、はいはいはい、なんかそういうなんか、はい、すごい飛び越えた話をすごいしてきて、はいはい、私なんかパニックに陥って頭狂いそうだったんですよ。松本さんがしそうな話ですね。確かになんか想像つきますよね。あ、やっぱそうなんだ、はい。でもそれって取り留めのない話っていうか、それはちょっとなんかねベクトルが違うけど、うん、はい、でもなんかやってることは一緒ですよね。そうそうなんかその大きい枠で言えば、そうそうですね。だって別にそんなの考えてどうする何の意味もないじゃんって言われてもおかしくない話でもあるから。ちなみに私変動開始時になんか 台の下からめっちゃ炎がブワーって出る映像があって、おーい、フリマダンバイン系です。でもまあ青保留なんだよな。うわーっと当たったんだけど、これで当たっちゃうの。やっぱカオスっすね、いい意味で本当カオスだな。あのハイパーしてないです。何がどうだったの、バトル。このなんか頭の保留あるじゃないですか、はい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 、この周りから炎がうわうわって出てて、はい、それでダンバイン系のリーチに行って、はい、ちょっと真ん中のキャラで当たりました。ほー、なんだ
ガンバだよ。375回転1図から持ち玉です。私これ決めたらマジでかいぞ。ラストチャンスかもよ。ラストだよ。そうですね、時間的に、うん、52% でしょ。私4回目で今3の1なんですよ、はいはい、ラッシュが。あ、じゃあ次はもう、そうだね、次カウントダウン始まった。26回。あ、頑張って。でも見るんですね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、いいですね。最後に漏れがってきてる。ちょっと待ってよ。なんかよそ行きみたいな。そう、アキラさん消え入るような声でいいですねって言ったんですよ。あれこれ黄じゃないですか。黄色、緑、それはなんかボディの色。これは関係ない。さっきからずっと多分その色で。ああ、この色か。これ、はい、ゾーン来ましたね。一緒にやりましょう、一緒にやりましょう、一緒にやりましょう。ここはカメラさんも一緒にやりましょう。共同作業。私絶対入れる。バトル頼む。ボタンボタン、カチラウンド目に来るんでしょ。8、9で来るでしょ。あー、ガラリアだ。でも来いよ、絶対ボタンボタンボタン。今度に1回でいいから。わー、30黄色、大丈夫かな。いや、頼む、52%よ。取るんだよ。いけ。あー、なんだよ、もう1回、もう1回、もう1回チャンス、もう1回チャンス。ジャムちゃん、うわ、マジ来ないの。うわー、惜しい。悔しいですね。壁が高い。うわー、おー、もう一回待ってましたね。次の発展先を。次の発展先待ってたら当たりますわ。このパターンすごいね。いや、面白い。てかさ、面白いですよ。めちゃめちゃ面白い。これなんで当たると思ってないんで、こっちは。やっぱあれ、キキだったのかな、カウントダウン。違うかな。すごい愛したい。あー、まあまあまあ。でもすごいですね。急に2人でポンポンと当たりました。今流れてってるんで、当たりの神様が。はい、ちょっと早く。私も、お願い。俺、そしてもう覚えましたから、まだ打たなくていいってこと。まだ打たなくていい。かわいい。いや、新井さん入れてほしい。え、なんて言ってごらん。え、なんて言ったの。え、何も言ってないで、言ってごらん。聞こえなかったんだ。何ですか。早く早く早く。アラさん入れてほしい。かしこまりました。かしこまるだよ。かしこまるだよ。俺は俺。俺は。俺はどうなんだよ。8ラウンド目で神谷来いよーです。神谷来いよ。来いよ神谷。来いよ神谷。神谷ボタン。神谷ボタン。か、来ない。やばい。ピッチ。これはピッチ。あ、ピッチね、ピッチ。あ、ピッチ、ピッチ、ピッチ。あ、だからボタンが来ない。来ない。あ、おお。なるほど。よかった。あれ、止めた、止めた。やっぱりピッチはチャンス。あ、じゃあなんか対戦相手。ピッチはチャンス。あ、ごめんごめん。ピッチはチャンス。なるほど。真実ね。さあ、早速始まってます。あ、これ当たったからね。思い出さないと。始まりましたか。始まってます。おっぱじまっちゃってるよ。おっぱじまりますよ。アラシキンおっぱじまっちゃってる。おっぱじまっちゃいました。何回でもいける。何回でもいける。何回でもいける。ただ青だな。何回でもいけるって2000のことかけてるんですか。そう、そうです。それ無理なんですけど。ただの変態じゃん。インナン野郎。インナンボーイ。まあ、でやっぱ2は赤ですよ。あ、ですね。あ、周りのエフェクト。頼むよ。楽しそう。いや、でもこれここで来なかったらもう違う。これ一回あれなんですよ。そうそうそう、向かい喜びするんですよ、あの音で。こんな音なんですよ、リセット来るかどうか。あ、そうなんですか。はい、ちょっと待って。あ、オッケー。ああ、あぶねー。そういうことなんだ。そう、あれでオッケーじゃないんですね。あれでオッケーだと思うんですけど、実は違うんです。なんか右打ち中、台が打って変わったようにいきなりバイト来るんで。そう、そうなんですよ。なんか、そう、脳が焼かれる。あ、リセットスリル使いたかったな。いいなぁ。まだなんですよ。まだなんですよね。こっから。あ、赤い赤い赤い。大丈夫そう。はい、大丈夫。ちょっと待って。落ちのようではない。リセットって言ってる。リセット。ダンバイといえば落ちのようなのに、ちょっとリセットスペース少なめにしてみました。はい、どうなんだろう。だから最後まで引っ張られるってことですかね。どうなんだろう。青。
ただ怖いだけなのではこれは。怖いだけですよね。ただ怖いだけなのでは。確かに。まだダメ。こっから。今は V 消化しますよの始まりの合図です、はい。あ、そうなんですね。ここで。やべえ。ただ怖いだけじゃん。ただ怖いだけじゃん。見えない全然。見ている。で、もうピンチです。え、もうピンチなんですか、はい、これ。もうピンチです。まだ終わっていないって言われてるんで。で、当たるは当たるですよ。で、この時に数で、あ、来ないとまずピンチ。またピンチなんですか。はい。でこれで V 入りましたよ。でこの後最終ジャッジ。あ、そっかそっか、そっか一回ごとにちょっと消化してるから。そう。最後の戦い。なんか全然チャンスは足りてない気がするけど。ダメだったんじゃない。最後にありますよね。うん、ああ。ゼロ。ちょっとおい。嘘。え、でもまだわかんない。まだまだまだ。あ、ダメだ。待って。何が来た？キリン？わからない。なんか何だった？キリンフラスト。変動開始のバイブだと思いますよ。ああ、なるほど。カミヤさん、クレイジーギアのモノマネできます？クレイジーギア？のモノマネできます？できるよ。え、じゃあお願いします。あなたさ、なんでできるの？なんでできたの？私でさえ若干躊躇するのに。こりゃまた神谷最高のコメント売れるよな。これは惚れちゃいますよ。いや惚れちゃうわよ。これ見てる人惚れちゃう。さすが。あ、バンバニングス一番上。赤でも15秒。よかった。人間クレイジーギアやったら初めてよきっと。2人いっぱいチャンス来るな。ボタンが3つ。いや、本人にも来てあげてほしいですよ。これね、全然来ないんですよ、この台ね。頼む頼む、当たってくれ、キン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 。何番？何番？あと5秒、4、3、オッケー、当たったんだけど。すごい。出た出た出た。それ違うのよ、それ違うのよ。ちょっと違ったけど、インパクトフラッシュ入っちゃったからね。ごめんなさい、あのマスクが臭すぎて変えたい。やだ。なんでいつもそれ言うの。クレイジーギアの恩恵です。マスクがびちょびちょになった。でもマスク変えるあの牙がないので行きます。46回でお玉。いやマジでガッツのラストチャンスかもしれないですね。真打ち登場かな。すごいな。そう、いや旗当たり4回5回目ですね。5回か。5回目です。まあ次ではね、さすがにまあまあここは変えないとですね。この位置だとちょっとつらい。そうね。そう、83パッチ5体バイパターンバイト。いやー、行って行って、ほんと行って、ほんと行って。頑張れ、頑張れ。頑張ってください。こんなに。でも、俺みたいに最後まで引っ張られてるのスガンがあるわけないでしょ。一回来ちゃった。先輩一回来ちゃった。やったー！すごい！素晴らしい！やったねー！よかったね。マジでありがとう、クレイジーギアさん。いや、すごい上手、素晴らしい。蓮舫さんにします。もう全員蓮舫さんに見える。 93% なんですよ。単純に楽しもう。なんかいろんな数字とか信頼度とかいろいろあるけど、楽しむことが大事ですから。そうなんですよ。楽しもう。もう細かいこと抜きにして。そうそう、細かいことは抜き。いきます。じゃあやります。よし、始まります。はい、始まっている。おお、冷静。もう冷静に、先は長いと見込んで、ここでギャーギャー言わない。力溜めとかないと。そうです、体力を残しておく、少しだけ。いや、すげえいいと思います。それいけよーりおー力入りまくりじゃねえか。青って今の。あとに行こう。いや、怖いな、まず発言率多めにするわよ。大丈夫かな。50%、50%、OK、20だから OK です。OK です。いけてる。いけた。はい。この台すっげえ面白いんだよ。すげえ熱いんだよ。競馬場のおっちゃんが出てきた。すげえ熱いところがいっぱいあるんだよ。美味しいんだよ。
ボツのかなこれ。今ボツが出たらボツだ。あのもう無理です。もう無理ですよね。使い方した。あ、美人のリセットのあれが出ているけど。あ、じゃあ大丈夫ですね。水系のエンジンがチラチラってのも出ればいいんですね。そうそう大丈夫。まあ、青以外だったら相当いけそうですね。確かに、うん、青がやっぱ厳しい。赤でもほぼいけるかありますよ。ほぼいけました。焦ってないと思います俺は。赤でも大チャンスって今ちょうどテロップ出てます。あ、出てました、はい、赤や虹なら。いや、だらだらやらないでちゃんとやる。気合い。そうそう、残り2個ここで決めたい。ここでピョン。何何まだかまだか。あ、オッケーオッケー。リセットリセット。あ、今、うん、いきなりリセットって文字が出てリセットになりました。あ、なるほど。こういう特殊な多さなんですね。だからボタン押しでリセットだけしかないのかと思った。はいはいはい。だからそれがあるかないかを決めれるみたいな感じですか。はい。だからボタンにキュッてしたい人は勝利少なくにしとけばいい。単純だとバイブが強すぎる、うん、そうなんですよね。もうすごい関係ない話しますけど、はい、あの昔持ってたガラケーのバイブをここに当てなきゃいけありません。 ありますないです。俺もないですね。ありますよね。ありますよね。カメラマンさん、まさかの。そうよ、あるのよ。あるわよ、何言ってんのよ。あります。女性に、女性にダメよ。女性すごいな。失礼だね。ダメ。いや違う違う、最低本当に。あの、あんた本当モラルゼロ。違う、あの振り返ったら女性のカメラマンさんって俺ちょっとびっくりしたから、ありますみたいになっちゃったんですけど、ありますんで、はい、男性のカメラマンさんいるかなと思ったら、ちょっと待って、私終わりそうなんで。ちょっとちょっとちょっと、変なこと言ってるからだよ。そうよ、あれしたのせいよ。いや、俺乱れたよ。4200発、まずい、マジでまずい。いや頼む、マジで頼む、これ絶対終わらないで。終わらないで。ここ絶対終われない。うわ、マジやばいやばいやばい。復活復活。ボタンとかないの。ここで多分なんかあるんですよ、ゼロみたいな。うわ、頼む、ボタン押せない、怖くて頼む、頼む。やばい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 。ちょっと待って、終わった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 。ちょっとケンシロウみたいになりましたね。終わった終わった。ということで、タイムー実戦終了でございます。悔しいですね。実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。トークも盛り上がって、はい、楽しくやりましたけども、まずは実戦結果の方から発表の方していきたいと思います、はい、それでは私から行かせていただきます、私はですね、投資の方が全部で47,000円、そして出玉の方が0ということで、はい、かなり大きいマイナスになってしまいました。パーツ当たりね、2回通常のみということで、まあ、されましたね。私、投資の方がですね、19,500 円なんで4875玉で、はい、獲得玉数が2627玉で、あと2玉ありますんで、はい、2246玉のマイナスです。あー、マイナス、はい、はい、まあでも初当たりも3回ですか。3回引きました。で、2回ラッシュ入ったんで。あ、すごいですね。まあ、めちゃくちゃ楽しいところは味わえたところです。はいはいはい。じゃあ、タナチューさん、いいですか。はい、私ですが、投資が7625玉です、はい、で、回収が自分の2玉は差し引いて考えます、7604玉。惜しい。なのでー、惜しい、11玉のマイナスです。あとちょっとだったのに、神谷さんが話しかけてこなければ。あ、嘘、私のせい、私のせいですか。こんなミスクレイジーギア。
失礼しました、ビスクレイジギアさん。なので今回は全員、はい、マイナス、マイナスと。めちゃくちゃ楽しかったし、うん、なかなかこんなに初当たり取れることないと思うんで。そうですね、はい、いい展開だったと思うんですけどね、はい、時間があっという間に感じるぐらいすごくいろんな話ができて、はい、終わっちゃいましたね。基本的にすごく総合的に見てとっても良かったです、はい、総合力はすごくあったかなと思います。確かに、はいはいはい、やっぱバチコンはですね、はいはい、実践結果よりも大事なのが、そう、はい、無慈悲にも点をつけさせていただくと、はい、そうなんです、そうなんです。緊張するんですよ、この時間。無駄にね。あんまり人生において得点つけられることないですよね。高校生以来ですから本当にということで、そちらの点数を発表していきたいと思います。お願いします。私の結果はこのようになりました。ダダーン。おはい、ということで引きの強さが2点、優しさ4点、面白さ2点、5点、おしゃれさ2点、男らしさ3点という感じで、あ、はい、まあ、バランス的にはいい感じなんですけども、いいけど、はいはい、まあまあ香ばしい点もありそう。そうですね、まあ、優しさはもう言わずもかなという感じで、本当にいつも優しいので、はいはい、高得点つけさせていただきました。まあ、引きの強さも本当は3回当たり引いて2回もラッシュ入れていただいたので高得点つけたかったんですけども、はい、やっぱプラス収支にならなかったというところ、うん、いや、まあ、まず納得です。はい、もうちょっと恋愛話とか、やっぱりこの30万獲得した時の、次のステップへの、ね、投稿もうちょっとできたらよかったなっていう、ぶっ込みは少なかったそうですね、私の反省点でもあるんですけども、はい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 、ちょっとそういうところももうちょっと、はい、引き出したかったなということで、はい、合計が 13.5 点ということで、半分超えてれば、はい、面白さの点5点はやっぱり先般ということで、はい、点5点をプラスしたということで忖度したということで間違いない、そんなこと間違いないです。大丈夫です、あ、違います、間違います、はい、そういうことじゃないです。もうやめろという神谷さんの目線が訴えてるので、ね、なるほどなるほど、あんまり触れんなよっていうところが多分あるんですね。荒、はい、井先輩大好きなんで、はい、お願いいたします。はい、それでは私の得点です。荒井さんの得点こちらになりました。30点満点で21点。おお、高いですね。なんですけど、はい、まあ、神谷さんがおっしゃっていただいたのと、はい、あと私少しエンディングの時に申し上げたんですけど、はい、総合力はあった。あ、総合力はあったということで、すごく私的にはまあまあバランスのいい、いや、いい形ですよ、うんうん、そうですね、うん、三国志で言ったらまあまあ使える形ですよね。はい、そういうことを言ってくださったら面白さがプラスだったかもしれないんですけど、はい、博識高い知識があるっていう面白さではあったんですけど、うんうんとは聞かれるけど、うん、なんか私結構ね、興味のあることないことが激しいので、はいはいはい、そういう部分で共感は得なかったっていう部分も正直あったかなって思いました。すごく確かにこんなこと言うつもりではなかったけど、振られた内容に答えてただけだから。確かに私が宇宙って言ってしまったのが、ね、よくなかったですね。そうそうそう、もっとブラックホールの話とかしたら盛り上がったかもしれない。そうです、そうです、そうです。下ネタポッドコントが大体プラスです。なるほど。ということで、優しさと男らしさに関しては、うん、表裏一体、はい、やっぱりどんどん構えてる男らしさと、ね、何でも受け入れてくる優しさ、うんうん、それがあったということ、あと引きの強さに関しては普通なんですけど、うん、まあ、初当たり取れてたけど私の方が出てたりということでもあった、まあ、確かに、はい、あと一個すごく言いたいのはおしゃれさ、はいはい、ここに対してなんか朝は申し上げたけど、はい、そんな触れなかったと思うんですけど、はいはい、自分からご自身でこれがどうかなっていう風に考えてきてくれたっていうことが、はい、私はすごく嬉しかった。良、はいはい、かったです、ありがとうございます。すごく嬉しかった、はい、あと神谷さんと同様に私も今日はすごく楽しいパチンコ会だったが感想なの。だからあんまりパチコンっぽくはなかったかもしれない。ただパチンコ並び打ちしてみんなでなんか歌の前でキャッケ打ったみたいな。具体的に言えば、この収録の節々にも出ましたけど、はい、私がこじらせてるっていうところでやっぱりちょっと強引に引っ張ってって強引にくれるような人じゃないと、はい、私のこのこじれたあれは開かないのよね。お友達で振られた振られましたよね。皆さんここで振られた人は初めてです。僕中学生から何回もこのフレーズ聞いてるんで、五十嵐くんはやっぱお友達なんだよねみたいなそう、素敵なお友達でって感じです。なので、はい、合計点数が、合計がですかね、私が21で私が 13.5 点なので 34.5 点。じゃあ二郎ちゃんには結局届くかな。トータルがですね 71.5 点なので1点足りないということでですねなんと二郎さんまだ首位守っております。負けた。でもそんな下克上あるの。はい、まあ、これガチなんですよ本当に。打ち合わせとかしてないの。ただちいささんは超えましたね。ちいささんは超えております。りのさんが72点で、うん、だから今のところ3位ですね。原さんは3位、はい、え、2位が誰だっけ。りのさんです。72点で、りのちゃんとりのくんに負けるのはちょっと納得いきます、はいはい、ゲロさんには勝ってる。ゲロさんには勝ってます。70点なんで。ゲロちゃんごめんね
新井さん楽しんでいただけましたでしょうか。あの満足度は非常に高いです、はい、あ本当ですか、うん、でまあ点数も別に悪くなかったんで、はい、そうです、まあ、で大体、はい、いつも1回もそうだったんですよ。あそんなに俺面白いことも言ってないしなと思ったらちゃんと皆さん評価してくれたんでこれはもう本当に納得の順位ですし、はい、納得のポイントでした、はい、うん、あ私的にはなんか大人すぎたちょっと。あ確かに新井さんは大人ですよね。レベル高かった、まあ、44歳なんだでも、はい、でも射程圏内で終わった。射程圏内で終わった全然いけると行けるとお願いしたいと、まあ、その言葉がいただけただけで僕はもう満足まあでも本当にあの3人楽しく当たりもたくさんやれたということで、はい、はい、今回遊びに来ていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。立候補してくださり、はい、本当に考えてくださったこと、いやありがとうございます。本当になかなかねあのいろいろ言われる現場なので大変な思いしてたかもしれないですけども、はい、あんたまたやっぱり先輩意識してる、はい、やっぱりちょっとすごい 大切なあの大先輩なのでやっぱり一生もん あの宝なのでちょっとその辺は私もあの媒体が違うからという意味であのすごく生意気で申し上げてます。本当にやめてください。本当楽しくまたみんなで並び打ちしたい、はい、またぜひねあの3人でやる機会楽しみにしておりますので、はい、ということで今回はこの辺で終了ということで、また次回のパチコも皆さんお楽しみに。さよなら。さよなら。バイバイ。残り2人よ。ありがとうございました。本日の収録店舗はカレード新宿店さんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いします。